はゲーミングお母さんチャミです。現在絶賛コラボ中の鬼滅の刃とおたべのコラボなんですが、京都で展開している気合の入ったディスプレイ店を皆さんにご紹介していきたいと思います。皆さんの旅のご参考になさってくださいね。それでは早速行ってみよう。はい、こちらおたべ本館にやってきました。では鬼滅のディスプレイ見に行きたいと思います。まずはこちらの店舗から行ってみましょう。京都は十条にありますおたべ本館さんです。こちらの営業時間は朝の10時から17時まで。おたべの工場見学もできるとってもユニークな店舗です。詳しくはお店の方にお問い合わせください。それじゃあ早速中に入ってみましょう。レッツゴー。こちらの店舗では鬼滅の刃とのコラボが始まってからずっと全種類のラインナップを置いているということです。もちろん柱バージョンになってからは売り切れなければ全15種類常備しているということです。京都のおたべの取扱店で全15種類置いているお店はこちらの本店と祇園店と嵐山店の3店舗になるということです。入荷状況日によって変わるかもしれませんので、お目当ての商品がある場合はお店にお問い合わせしてからお出かけください。ちなみにこちらの店員さんものすごい神対応で私とお話ししてくださいました。本当にありがとうございます。清水寺に来ました。こちらの清水寺に来るまでの参道、あのお土産たくさんあるところあるじゃないですか。あそこにも鬼滅の刃のホタベディスプレイされているお店があるということで、参拝してから後で行きたいと思います。47歳のおばちゃん息切れしています。すごいですね。高怖でも綺麗です。煉獄さんと私の恋占いしてみたいと思います。コメントしづらい、いけいけ。まあ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 かな。いや、そんな簡単に手が届く大方じゃないってことよ。許されない恋となる。そうやな。皆さんのもんなんでね、これからも押していきたいと思います。楽しかったです。お参りさせていただいたのでホタベのディスプレイ見に行きたいと思います。やってきました。ではちょっと見に行きたいと思います。こちら清水寺界隈では4店舗ぐらいかな、いろんな店舗がありまして、鬼滅の刃のホタベ売っておりました。鬼滅の刃のご当地キーホルダーと、そしてなんとたくさんの瓢箪が売られてました。炭治郎が割った瓢箪を思い出します。鬼滅の刃のコラボを見に来たんですけれども、やっぱこの界隈めっちゃ楽しいわということで、いろいろブラブラして帰ってきました。うちの旅館でもパブリックで取り扱いをさせていただいております、そうそうさんの可愛い店舗や、残念ながら大人気で入れなかったんですが、こんな可愛いクリームソーダのお店があったり、美味しそうなスイーツ売ってたり、もうほんま嵐山久々に来たけれども、やっぱ最高でした。ちなみにうちの子供たちはろくろ体験もしてきました。2000円から遊べて時間は20分ぐらいかな。うちの子めっちゃ満足してたので、これ私おすすめします。はい、では祇園の方にやってきました。京バーム本店さんに鬼滅の刃のディスプレイされているみたいですので、行ってみたいと思います。あ、ありましたありました、あそこです。楽しみ。はい、店内ディスプレイはこちらになっております。
結果から申し上げますと、この京都取材でいろんな店舗巡ってきましたが、ここ祇園店さんが一番気合い入っていました。この白髪ちゃんと黒髪ちゃんもめっちゃ可愛いですよね。頭の上に藤の花が乗っています。もう本当にね、祇園のど真ん中にありますので、アクセスもいいですし、それからディスプレイも本当に素晴らしく、ここが一番人気店なのかなと私は予想しております。お食べが乗ってる台も本当にすごいんですよ。これちなみに後ろ側に回ってみると、はい、このような感じになっております。すごいですね。一番大きくてこうやっていらっしゃいました。え、ちょっと疲れたわ。京都言うたらかき氷やろということで食べに来ました。これね、レモンのかき氷なんですよ。いやー、やっぱ美味しかったです。次に私たちが向かったのは嵐山です。嵐山映画村で鬼滅の刃のコラボしてたのが本当に昨日のように感じます。懐かしいな。さて、ここ嵐山でも気合の入った店舗があるということでやってきました。見せてもらおうじゃないの。一番正面のお目立つお店にとりあえず入店しました。鬼滅の刃とのお食べ探していたんですけれども、あれあれあれ、もしかしてここにはないの。店員さんに聞くと、もう一つの店舗にあるということですので、急いでそちらの方に向かいました。こちらでした。小刈屋さんから徒歩すぐです。こちらに鬼滅の刃のコタベ置いてありました。あってよかった。嵐山まで来てないから、めっちゃ焦りました。ありました、よかったです。この度は京都にコタベの取材に行ってきました。どの店舗も個性豊かで、それぞれの味わいがあってとっても楽しかったです。いや、京都ってね、やっぱいいですよね。街が本当に楽しかった。またコタベを買いに京都に行きたいと思います。皆さんの旅の参考になれば幸いです。というわけで、この度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ゴブー。